ソロモン航空はソロモン諸島の航空会社、ホニアラ国際空港を拠点としている。ソロモン航空はローリー・クローリーによってチャーター便を運航する航空会社として1962年に設立された。設立時、クローリーはパプアニューギニアを飛び回っており、ソロモン諸島に民間航空が存在しなかったため、メガポード航空として 単発のパイパー PA-23 で事業を開始した。メガポード航空は1968年にパプアニューギニアのマックウェアに買収され、ソロモン諸島航空となり、アクロニムであるソレアの略称で知られるようになった。マックウェアによる買収後、パプアニューギニアブーゲンビル島からソロモン諸島へ国際線定期便を運航するようになり、デハビランド DH-104W ビーチクラフトバロンを核2機保有する世界最小の国際航空会社となった。1975年にマックエアとソレアはタルエアに買収された。1976年にビーチクラフトクイーンエアモデル80を2機を受領、ソロモン諸島政府は株式の49%を取得して残りの51%を次の5年間で取得する権利を得た。その後の5年間は ゆっくりとではあるが安定して成長した。新造機のフェアチャイルドスウェアリンジェンメトロライナーを購入、バヌアツへ運行範囲を拡大した。1984年にソロモン諸島政府はすべての株式の取得を決定した。国営化の完了後、タルエアーからリースされていた2機のデハビランドカナダ DHC-6 と1機のエンブラエルエンブ110は返却された。 1987年、航空会社本体と関連会社である、エイビスレンタカー市会社のパシフィックカーレンタル及び旅行会社のハンズ・オブ・ザ・パシフィックは売却されたが、新たな所有者は、労働者に対して会議と不信を与え、幾人かの管理職を含む多くの社員が早々に離職したため、政府は体制の立て直しを迫られた。これにより、ソロモン航空が正式名称となり、 新たなカラーリングが導入され、2機の DHC-6 から300を導入するため、200万ベイドルを投資した。ボーイング737から200その後、ソロモン航空は、カンタス航空との合弁により、エアパシフィックからボーイング737をリースすることで、Z 機時代に突入した。ソロモン航空とエアパシフィックは、合弁会社を立ち上げたが、 1989年にエアパシフィックが国際線サービスをアップグレードするため、ボーイング737をボーイング767に置き換える計画を発表した。そのため、ソロモン航空は他社から機体をリースすることを余儀なくされ、インターナショナルリースファイナンスが所有する737をリースすることが決定された。これ以降、リースされた737が保有する。 ターボプロップ機と共に運行した。1989年に勃発したパプアニューギニアからの分離独立を求めるブーゲンビル革命軍とパプアニューギニア政府軍による内戦はオーストラリアとニュージーランドの仲介により1998年に停戦したが1999年の国連制裁により国際線の運行は深刻な影響を受けた。 運行は一路線一地点のみに限定されたため、唯一ブリスベンへの航路を維持することが決定された。現在もソロモン航空には内戦の影響が色濃く残っており、就航地はソロモン諸島周辺の南太平洋に止まっている。2006年11月、スペインのエアクラスウェアウェイズからボーイング737から300をパイロットや客室乗務員を含むウェットリースで サントペコは国際空港を拠点として導入した。2009年1月から2月にかけて、ニュージーランドのビンセント航空から DHC-8-100 をリースして試験的に運航を行い、その間に1機の DHC-6 の重整備をホニアラで行った。2009年8月には、ストラテジックエアラインズからエアバス A320 から211をパイロットを含む、 ウェットリースで導入した。リース期間満了後には同期を購入、航空運送事業許可を取得して自主運行を開始した。2016年6月7日、ソロモン航空は国際線、国内線の運行、コニアラ国際空港のグランドハンドリングを含むすべての業務を無期限で休止した。最高経営責任者は運行休止の原因はソロモン諸島政府からの 数百万ベイドルの財政援助が予定通りに行われなかったためと述べている。新塗装のエアバス A320 から2112007年にリースされていたアージ -170 デハビランドカナダ DHC-6 から3002011年2月時点では7機の機材を運行していた。以前はロイヤルブルーに5つの白帽子が配された国旗を モチーフとした垂直尾翼から白い胴体の倉庫にチートラインが引かれ、機体前方窓上には青地で、ソロモンズのロゴが配されていた。2011年にエアバス A320 を導入した際にカラーリングがリニューアルされ、新しいカラーリングでは胴体は白一色となり、前方の窓上に青地で、ソロモンズ、機体中央の窓上にやや小さく赤字で、 flysolomons.com と記された。垂直尾翼とウィングレットは引き続き国旗をモチーフとしたデザインとされた。機体仮面は青色となり、白地で大きく flysolomons.com と記された。ソロモン航空はこれまでに2回の死亡事故を経験している。1978年10月22日、 ベローナ島のベローナアヌア空港からガダルカナル島のホニアラ国際空港へ向かっていた BN-2A が悪天候に遭遇して遭難、行方不明となった。BN-2A はベローナへ引き返そうとしたがパイロットが混乱し、ベローナ空港を見つけることができなかった。機体はパイロットが無線連絡で報告した残念量を使い果たした後に会場に不時着したが、 発見されず行方不明となった。この事故により登場していた11名全員が死亡した。1991年9月27日、マキラ島のキラキラ空港からガダルカナル島のホニアラ国際空港へ向かっていた DHC-6 から300が高度8000フィートから激しい雨と低い雲の中を有志海飛行で降下中。 ガダルカナル島のナシュア山南斜面、高度4110フィートの地点に墜落した。この事故により登場していた15名全員が死亡した。事故原因は、クフィットとされた。ありがとうございます。